宮古バス、吉岡営業所宮古バス、吉岡営業所は、宮城県黒川郡大和町吉岡社東16の8にある、宮古バスの営業所。統合前は、宮古バスシステムの営業所であった。元々は、仙台鉄道吉岡駅跡地に設置され、歴史は、仙台鉄道開業に始まる。当記事では、バス停である。 吉岡案内所バス停についても記す。仙台大平線高速仙台大平線宮城県、仙台市と黒川郡大平村を結ぶ。運行回数は、平日1日10往復、土日祝日1日8往復。IC カード乗車券アイクスク対応路線。主要停留所仙台駅電力ビル前から、JA グリーン朝日名前から、吉岡東大和町バスターミナル。 吉岡営業所前から大平、村役場前、路線遠隔高速仙台古川線吉岡線前、瓶が、泉中央駅発着となった、吉岡線宮城交通富屋営業所と共感。北部工業団地線平日のみ運行。新富屋ガーデンシティ線万葉バスバス停、万葉バス下記路線のほか、富屋町民バスの運行業務やリ不町民バスの、 車両運転業務も受託していた。前者は路線再編時にパノラマ観光バスに受託者変更。後者は塩釜営業所に担当変更後、千円交通に受託者変更されている。前項の吉岡大原の運行業務の他に大平村所有のバスの運転業務を受託。吉岡案内所バス停は宮城交通、宮古バスの停留所である。宮城交通は 富谷営業所所属者が乗り入れており、宮古バス、吉岡営業所で折り返し待機を行う。また宮城交通は、吉岡で夜間退泊せず、運用終了後は、富谷営業所へ改装されていた。当営業所所属車両のうち、2台は、東日本大震災後に、天ヶ崎市交通局から、気仙沼市に寄贈されたものである。当初は、甘崎市営バスカラーのまま。 気仙沼営業所管内の路線で運行されていたが、現在はそのうちの一部が、宮城交通カラーに塗り替えられた上で当営業所に転属し、2021年3月現在も、吉岡線などで運行を続けていたが6月に2台とも廃車になった。ありがとうございます。